はい、えー、こんにちは。レトスノーノです。5月6日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験まで残り5ヶ月ほどとなり、不安とプレッシャーに負けそうな時もあると思います。この不安とプレッシャーっていうのは、試験が終わるまでずっと続きます。どれだけ勉強しても、これは避けることができないんですね。 なんでうままくく付き合っていく必要があります。不安でどうしたらいいかわからない。だから勉強が手につかない。このようなマイナス思考では合格できません。不安だからこそこれまで以上に勉強しよう。このようにプラスに考えていきましょう。考え方によって行動は変わります。行動が変われば結果も変わってきます。今年の合格目指して今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。A が A の被用者 B の行為につき C に使用者責任を負う場合は C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合 A は事項を沿用することにより C に対する損害賠償義務が消滅する丸かツかという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはツですね A が使用者で B が被用者 A が会社で B が従業員といったイメージですねで C が被害者という状況ですで使用者責任が認められる場合被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですねつまり被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよでたとえ一方が消滅事項にかかったとしても それによって他方の債務は時効によって消滅はしませんつまり C の B に対する損害賠償請求権これが消滅したとしてもつまり B さんの債務がなくなったと時効によってなくなったとしても A さんの債務は時効によってなくなるってことはないんですねつまり A は損害賠償義務消滅しないんですよしたがって誤りだということですそしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし逆に理解できていないと類代で失点してしまって不合格の仲間入りになってしまいますなのでしっかり理解をしておきましょうで今回は無料なので理解の仕方まではお伝えしていないんですけどもあの理解の仕方までぜひですね頭に入れておきましょう調べて頭に入れるってことまでやっておきましょうで個別指導については理解の仕方までお伝えしておりますので受講者専用のメールマガから理解の仕方をご確認くださいでは問い2です 不正手段により免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下に処せられるまるかツかという問題です答えは○ですね不正手段により免許を受けた者 無免許で、宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、またはこの陛下、この陛下っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。従って答えは丸です。でちなみに、もし宅建業者法人だった場合っていうのは、1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。では問いさんです。 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない、丸か罰かという問題です。で、答えは、これツですね。 造成に関する工事の許可を受けた後に工事の計画を変更しようとするときは原則として都道府県自治の許可を受けなければなりませんただし例外的に軽微な変更ででであれば都道府県自治に届けけ出るだけで良いですで。今回の問題文っていうのは原則届け出でよいとなっているので誤りなんですね工事の計画を変更しようとするときは届け出なければならないとなっているのでこれが誤りということです で問題文はきちんと読みましょうこの解説を1回読んでえどういうことってもし思ったのであればそれは問題文理解できていない証拠ですつまり理解学習の重要性が分かっていたとしても実践できていないということなんですよねで実践できていないと実力は上がらないのでちゃんと理解学習を実践していきましょう今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした まだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。